<laughs> いや今起きたわなんか久々にゆっくり寝ましたねなんかさ2週間ぐらい前多分防音室来たあたりぐらいからあの遠足の前日の子供みたいな感じでずーっと夜寝れない そういう現象に行あのー、犯されていたんですけど、尋常じゃないぐらい寝たわ今日。尋常じゃないぐらい。興奮状態が続いていたのかもしれない。ようやく日常に戻れました、僕は。いつもの日常。 なんか昼の、な昨日も多分俺4時ぐらいに寝て、な俺昨日パープジーやってたの3時ぐらい ?4 時ぐらい寝て、で5時半ぐらいに起きちゃって、ああ、もうまたなんか変な風になってると思ってで、もぞもぞもぞも,ぞもぞしながらさ、1時ぐらいまで起きてたんだけど、そっからもう根性で寝てやると思ってずーっと羊を数えながら、1時ぐらいに寝てあの9時間寝ました。 9時間 <laughs> マリ目のついて変な時間してただろう <laughs> ようやく寝れたすごく気持ちが良かったです <laughs> 結婚もるとあ,ありがとう大事にするねあのそういえばさ俺さあのー、町会議の時にさ今年の 町会議の時に、あの、ブルースタのさ、松本さんとさ、がゲストで来た時さ、なんかうちの視聴者が作ったアプリ、ブルースタ内でやらせてくれって言ったじゃん。それを、まっちゃんが、まっちゃんつってもダウンタウンのまっちゃんでもないし、あの、俺の、高校時代の友達の脇革のまっちゃんでもなく、あの、ブルースタの松本さんがあの、ちゃんと対応していただきまして、この、じゃん。 実は秘密裏に動いてたんですよ。じゃん。加藤純一特別企画アブリオ選手権ッあのー、作ってくれました。これちなみに、あのー、このページ、ネジが作ったらしいよ <laughs> 俺とは関係ないけどネジがオファーを受けて、ま、したじゃん。ネジが作ってくれたらしい。 カ藤ドジアプリオ選手権とは、インターネットヒーロー兼ブルースタックス候補、宣伝大使のカードジュンジを代表したアプリの中で、チャンピオンを決める選手権である。応募条件、ブルースタックスで遊べる APK、俺ちょっとさ、わかんないんだけど、なんか AP、なんか、んさ、みんな作れないでしょごくごく一部の人間しかアプリなんか作れないと思うんだけど、APK ファイルのあるものがあれば、なんていうの、ブルースタ Google Play、 Google の審査がなくても APK ファイルさえあれば遊べるんだって。で、APK ファイルを本サイトで公開可能であること。加藤淳一を題材としたアプリであること。一応この三つの応募条件のもと、あの、皆さんが作ったアプリを僕ちょっとやらせていただきたいなと。で、一番いいやつを決めようと。でね、あの、日時とかをちょっとあのー、一応仮にしといて。一応こんなサイト立ち上がったよっていう、 大丈夫だよなあ、なんか、え、こんな、下の方にこんなのあったんだこんなのあったんだあはは、<laughs> 11カット、お、なんかワールドワイドに作ってるね !11 カット、AGE is 33, スリー、カントリー a p a n job, s t r e a ー e r おジョブストリーマーやめてくれ。いや、でも、多分、そんなに長く、長い期限いらないと思うんだよね。本気出せば2ヶ月ぐらいで作れると思うから。 まぁちょっと夏、明け ?10 月、10月ぐらいにちょっとなんか、やれたらなと。な、ツイッターにまぁ詳しく貼っとくわ。<laughs> で、この辺が。ははは、松本さんのメッセージ <laughs>、まだ読んでなかった。 えー、この企画は一年前に加藤さんとお会いした当初から出てたんで、いつか実現できると心待ちになりました。加藤さんのファンが作った加藤さん11愛溢れるアプリを、どなたにでもブルースタックスで遊んでいける参加型の企画です。バズるゲームをたくさん世に生み出して、皆さんとして盛り上げていくことができれば嬉しいです。どんなゲームがアプリより楽しく楽しみま、松本さんこれ、かもっと、<laughs> これはちょっとさすがに可愛い書く過ぎじゃねえか。まあ、綺麗な方ですけどね。ちょっとこれ、 女の悪いとこ出てるな。これちょっと僕言っときますわ。これポアロさんが書いたのあ、ポアロさんが書いたんですかあ、そっか。びっくりした。自分で書いてんのかと思った。自分で書いてさ、加藤さんこれ使ってくださいって言ったわけじゃないらしい。ポワロさんが失礼いたしました。まあ、綺麗ですよね。じゃあ、あのー、詳細はまた貼っとくけど、こんな、要は作れる人作ってなって。あと、た、あの、注意書きがあります。 作成したアプリを各種権利、作成したアプリの各種権利につきましては、アプリ制作者様のご自身に責任を <laughs>、責任にてご制作いただけるようにお願いします。ブルースタックスとカトじューは、これもう本当もう、て、これなんなら一番大学会でございぜ。ブルースタックスとカトじューは本企画において作成されたアプリにより、生じた損害カでについて一切責任を得られます。これあのー、なんで俺今日、こういうのと一つさ、俺 YouTube でもやろうかなと思ったんだけど、 なぜニコ生で様子見したかというと、あなたたちは著しくどうせ著作権を侵害するであろうから、まずはジャブ打っとこうかなと。思います。損害を与えないでください。損害を。与えないでください。うん、まいことやってください。うん、まいこと。ルールは、厳重注意ぐらいだったらまだ、いやー、すいません、だったら、 まあ、いいでしょう。警察に捕まらないことを皆さん、ちゃんと守ってください。ああ、確かにこれ味方によっちゃヒカキンに見えますね、みたいな。それが、うまいこと、うん、まいことやってください。一つよろしくお願いします。これ、これ何これこれツイ、俺の、あれなのかなツイッターに繋がるのかなちょっとさ、おいおいまた追って知らせるわ。なんかちゃんとこれ立ち上がったよっていうのができたから、皆さんにね、あのー、 <laughs> スパイギアを出していいのかよだから、お前らが責任を負えよなんで俺が責任を負わなきゃいけないちゃんとだから、うん、まいことなわかるだろううん、まいことやるっていう意味の大切さ。うん、まいことやってください。よろしくお願いします。あれ俺これ URL ってみんなに言ったっけちょっと待ってだ、URL。俺自身もまだちゃんと見,見れてないんだけど。 これ飛べんのかな ?https, うん、うん、うんか、うんかッ !.com。<laughs> よろしゅう。ダメなやつは弾かれるだろう。おそらく弾かれないですね。なんでかって俺が初見でやりたい、初見でやりたいって言うだろうから。まあでもさ、あれじゃないかなみんなにやってもらって、これや、なんか、なんかその全良市民みたいなやつがいるじゃん。これやばいぞ、やばいぞって。なるんじゃねえの <laughs> サイト落ちたそりゃあもうしょうがねえだろうが、なんかちょっとうまいこと、貼っとくわ、ほら。なんかあれするわ。ツイッターで、まあ、この放送終わったらツイッターで。加藤のナオは使っていいでしょう。なんでなら亡くなってる方に肖像権はあーだこーだだから。もちろん俺はフリーだよ。そのね、加藤純一との脱い回したみたいなのは、別に、ね、俺が一枚一枚脱いでいくっていう別、それぐらい、もう俺は全然フリーだよ。 殺してもいい。加藤純一は。アプリ内で。で加藤純一に関してはもう,もう何でも OK です。もう超著作権フリー。よろしく。Google <laughs> にはアウトだろうが。じゃあ、俺がなんでこれやってたかっていうと、あのー、もしかしたらだよ。もしかしたら、みんなが不懐、 ふざけて作ったさ、アプリがさ、えこれマジで、ちゃんと、出店したら、絶対に、世間でも売れるよっていうのがあるかもしんないじゃん。万に一つ。あるかもしんねえだろう。そしたら、そいつは、大儲けじゃん。で、もちろん、加藤十一職ちょっと出してもらうから、加藤十一の宣伝にもなる。神。加藤バースがな、 いやまあ、うちはネタオン,パオンパレードでも別に、俺はそれ全く関係ないよ。でもわかんねえぞ。こんなのってさ、アイディア一つだからな。そう、動物タワーバトルだってそうだし、アイディア一つ。本当にアイディア一つだよ。だ皆さんの素晴らしいアプリ、お待ちしてますわ。シュこれ、おいおいまたちゃんと、言うね。おいおい。 あ、そう俺、あとね、10周年の企画決めましたちょっと日にちはできればこの日がいいなっていうのが、俺さ、8月1日に、あれ、加藤純一美術館やるって言ったっけ <laughs> 言ってないっけあ、ね、時間がね、あれ、あれみんなし、もちろん知ってるよな。俺の心の気持ち読んでくれるよね。8月1日に、加藤純一美術館やるじゃん。それを、 何件ぐらい来ると思う結構来ると思わないあの、なんだっけ加藤純一美術館。<laughs> 簡単に送れるシステムにするから。まあ、100件は来ると思うので、少なく見積もって。100件ぐらい。で、ちゃんと点数、俺が、ちゃんと点数つけてって、上位、ま、あ30件ぐらいかな。それを、 まあ俺に送ってもらってお盆ぐらいってか何なら俺の誕生日多分今年って土曜日だと思うから多分でも予約取れないと思うんだけど、まあ、俺がちゃんと自分の <laughs>、ねあのー、皆さんから徴収せしめたこのニコ生の方のお金が結構貯まってるんですよ多分2300たまってるんですよそれでなんかアトリエかなんか借りて俺がちゃんとセッティングしてあのー 加藤純一美術リアル美術館や,るやってあの入場料無料で皆さんもご招待しようかなと。でちゃんとも,も,もちろん僕も <laughs> あの。場所は多分東京になると思うけど。それでちゃんとなんか俺のやつも一個。あれだからさ、ナポリテンパクってさ、ちょっとなんかもっとさ、あれ,あれしてくんななんかいい、いいあれ。入場料無料でもちろんあのご案内しますよで。ナポリテンじゃなくてさ、なんか。 いい名前くれ。いい名前。<laughs> カトリテは、カトリエもはさ、だって関係ないじゃん、ナポリテンに引っ張られすぎでしょ。カトリエ、カトリエにしよう。おい、カトリエにしよう。<laughs> カトリエ。ほんでさ、あのさ、あれするわ、入った時に、でっかい俺の写真が、そこで初公開の時の俺の写真を、この前写真撮ってもらった人撮ってもらって <laughs>、それっぽくなんとかするわ。で、 なんか俺だから都内の公民館とか考えたんだけどさ、都内の公民館とか、でもちっちゃくてもいいから、カトリエの方が良くないそんで、そこにさ、<laughs> すげえ肝太のがい、ねあ、そう、見に来てたら、あれ、ここなんだみたいな感じで。 カトリエちょっとなんとか、いや、ニコファーレは現実的じゃないんだけど、ぶっちゃけニコファーレでもいいんだけど、ニコファーレって別におしゃれじゃないから、ちゃんとさ、なんかアトリエっぽいところで、なんかやりたいんだよね。それを、あの、飾りますので、しかもなんと、今回、いつもいつも、だ、だ、それしかもね、俺なんでそれが欲しいかっていうと、俺さ、配信部屋がやっぱ後ろ寂しいから、なんか、 それを聞かざろうっていう企画で加藤純一美術館って立ち上がったじゃん。だからちょっとちゃんと上位入賞者には、あの、オリジナル、加藤純一オリジナルグッズ、世界に1個しかないオリジナルグッズ、まず対象者、加藤純一頬骨マウスパッド、この、これだけのために俺が携帯で自分の顔を撮影します。なんかその辺をやろうかなと思います。本気で作っていいよ、もちろん。<laughs> パドジンジ、ほぼね、マウスパッド。もちろん、メルカリで売ってもいいです。世界で1個しかないんで、まあまあ、金になると思うんで、5000円ぐらいにはなるクオリティリスト作るんで。マジで。ちなみに、他のバカどもと違って、うち、転売、OK になってますいや、複製できないように、もうゴリゴリにあれするから、俺が、もう、なんつうの、文章をしたためる。メルカリ OK だよ。うちは。 初めてじゃないかな転売 OK です、うちは。あの、わかんない。俺が OK でも法が許さないかもしんないけど。<laughs> 俺は OK なんで。も、もしかしたら、あの、法律がね、ば法律に裁かれるかもしんないけど、それはもう別にみんなが勝手にやって。<laughs> 俺に、だからさ、この美術館、10周年だからさ、ちょっとなんか気合い入れたやつを、3つぐらいはさ、家に飾りたいわけよ。 三つぐらいは。家に。あ、お前がオッケーだったらオッケーあ、俺はオッケーだよ。<laughs> 俺はオッケーよろしく。いや、クローンは絶対作らせない。あの、もう、サインとかじゃなくて、俺が文章をしたためるわ。あの、直筆で。このも、この頬骨マウスパッド。<laughs> で、なんか、俺のうちの家紋。 坂富士の家紋、加藤家の家紋を、あの、本当の家紋を、家紋を押しとくわ。絶対にこれ、複製すんじゃねえぞって。あの、加藤家の本当に家紋を押します。だからまず8月1日までに、あのー、ちょっと、あれしてよ。 そのルールも決めなきゃいけないんだよな。<laughs> そのルール。ルール、ルール。<laughs> なんかいいルールないかな。まあでも、いやちょうどさ、10年だから、今までの加藤淳、な、夏の工作グランプリってさ、どうやってやってたっけ いやでも1ヶ月いや絵も絵でもいいし美術作品でもいいんだよ美術作品美術作品何でもありでしょ何でも <laughs> 工作じゃダメなのかだから言ったじゃんあの名前変わっただけで工作グランプリだよってうまいことそれをさあの包んで。 名前が変わっただけで工作グランプリなんだよっていう。でも、見方を変えたら美術作品だろ。ヌードはまあな、いやだけどさ、だってあれだもん。あの、ニコ生だったら別にヌード OK でしょ。当時郎監督のあのパイオツ出てたけど、あれ美術作品だからっていうルールで、うちも、俺も、固くなに、いやこれは美術作品だからって。それ言ったら冒涜だよな、俺正式に。 夏の突次あんなに仲の良かったじじいと俺法廷で会うことになるよ。いや、マジ許さないんで。で、実物はちょっと待って、まだあのー、送り先は、いや、まだまだ送んなくていい。とりあえず、8月1日の放送で1位決めて、1位からなんか順番つけてって決めて、で、これは俺が決めるわ。あのー、これと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 これ飾りたいから送ってってやり取りして、でさ、 その、展示するってなったらやっぱさ、金絡んでくるから、タダでもらうって気が引けるから、俺のま、方々でマウスパッドと交換しようなっていう手でやろうかなと。<laughs> ちょうどいいでしょ。それが、それぐらいが。いや、佐川かなんかの取り置き瓶みたいなので、ま、30個ぐらいだったら、そんな、取り置いてもらえるから、別々交換。 いや、大きさも常識の範囲内でしてほしいな。でね、日付できれば17日がいいんだけど、多分土曜日でさ、難しいじゃん。な、その辺はまた、ちょっと、夏休みだしさ、みんな働いてないだろうからさ、平日でもいいじゃん、別に。ニコラまた配信するよ。<laughs> 美術作品かどうかは客観的に考慮するって裁判所の話 <laughs> なんで俺そんなマジで叩かなきゃいけないの いや、部門もわ、分けなくても。いや、ちょっとそれも、もう2、3日考えさせて。もう2、3日。で、箱はちょっとなんとか、ちっちゃいところでもいいから、できればさ、アクセス簡単なとこで。ナポリはどこでやってんのナポリ。あいつらどこでやって、あいつどうせパルコとかでやってんだろういいとこで。おい。 俺昨日さ、相談んだよ。カートさんは公民館でいいんじゃないですかって言われたから、ピッキーンって来て、ふざけんなよ。なんで俺公民、お前公民館ばかりすんじゃねえぞ。俺はアトリエでやるっつって、俺はアトリエ今探してます。あ、池袋の丸いなんだ。で、別にそんなんさ、ある程度、常識の範囲内の大きさ。いや、でも、でかくてもいいけ。いや、でもめんどくさいから、送れねえよな。 みんなが送れないだろうから常識の範囲内で大きさまあなんか良識の範囲内の作品それで一つ同しやす昨日一日で決めたそうやっぱどうせ加藤純一美術館やって俺がその優勝商品バクるんだったらそれ展示すらよくね逆転の発想ちょっとタバコ吸ってくるわ 本当はね、その商品商品というか作品にさ、の下にさ、注意書きでご自由にお取りくださいっつってさ、あの、持って帰るのめんどくさいからご自由にお取りくださいっつって、<laughs> あの、3つぐらいだけちゃんと保管して、他のゴミのような作品は全部持って帰らそうと思ったんだけど、視聴者に。ゴミの処理にもらうじゃんあ。ごめんね、みんなのこと、ゴミっつっちゃって。それも一応視野には入れてます。許してください。内緒にしといてください。 持って帰ってどうすんだメルカリに、人が作ったやつ、メルカリで売るしかねえだろ、もう。いや、それはちょっと、いろいろ考えさせてくれ。あ落ちちゃった。でも、ま、言って、そんな、そんなに値段かかんないだろうから、そのイベントスペース,ス,ペースとかも <laughs>。 なんか、候補があったら教えて。ここいいんじゃないですかって。なんかできれば、すっげーおしゃれな、ちっちゃくていいからめっちゃおしゃれなところがいいんだよね。なんでかっていうと、作品がなんか、なぜ、ぐしゃぐしゃで、なのにもかかわらず、場所かっこいいみたいな。いや、スタッフなんていらねえだろう。別にだってその、お前別にさ、商売やってるわけじゃない。アトリエなんだ俺、別にスタッフいらねえだろう。一人なんかおっちゃんかなんか入ってきた方がいいだろう。ネジかなんか配置しきた方がいいだろう。 その日だって17日、おそらく候補日8月17日だから俺配信してるから俺は。そらそうでしょ。う。ま田とネジでいいでしょう。本当はレジでやりてんだけど、それさすがに伊藤中にぶっ殺されちゃうから。<laughs> <laughs> もしさ、いや一応、とあのー、なんていうの、あれしといて、防御しといて、行ったら全部なくなってたらなくなったで面白いでしょ別に。 20両もちろん無料でお届けしますか駅から近い方がいいんだよな蚊取1日か2日かな1日か2日ぐらいを考えてますね1日か2日それ以上そんないやあ,あのー、なんとか場所は抑える で無理だったら8月で、できれば8月中がいいんだよね。<laughs> <laughs> 定点で映像流してくるなんでスノーしなきゃいれねんだよ。<laughs> なんで俺そんなわざわざスノーしなきゃいけねんだよ。い <laughs> やいや、いいじゃん言わいる。どっか夜、どっかで配信するわ、じゃんこんな作品なんですよね、つって。前日、前日かなんかに、あのー、並べてみたんで。ぜひよろしくお願いします。 一日だけ、本当はなんか刹那的な方がいいかなと思って、一日二日ぐらいを考えてます。<laughs> 会場で配信流しとかた方がいか <laughs> して、そしたらまたなんか設営費とかなんかで、ね、金かかるじゃねえか。なんで俺、その会場では絶対クレーム来るぞ。なんでこんな静かなところでガチャガチャした音楽流れてるんですか。 右翼の凱旋車ですかって最近うちの周り右翼みたいなやつがいっぱいいるんだよな凱旋者みたいなのが <laughs> いるんですよねいやそのでかいキャパでやんないからまあスタッフ 三人ぐらい、えー、ポーちゃん、ジャングル、オニシ、岡田くん、ぐらいっすかね。日当払えばいいだろ。あいつらあんな一日一万も稼げねえじゃねえか。俺が一日一万ですお小遣い渡したら、やるだろ、喜んで。ポーちゃんと岡田くん、ポーちゃんと岡田くんと、いあの、なんかその辺、ね、その辺にうまいことやっとやらしとくわ。闇営業させれば、あの、ジャルさんに対して、あの、お前らやっとけ、っつって。 何歳でも行きますか別に年齢制限いらねえだろ。ちょっとだから早急に準備しますわ。その、それをさ、考えついたのが本当に昨日だったから、あ、それ、それ使おうと思って、ちょうどね、その10年間の、え、みんながさ、思い描くさ、例えばさ、去年から俺知ったよってやつもいればさ、いや、なんだかんだね10年見てるよっていうやつ、 もいるわけじゃんそういうなんか歴史的な部分にスポットを当てるって考えたらまあそのありっちゃありかなと <laughs> 雑魚配信者が荒らしに来そうと別に荒らしに来てもいいですよ <laughs> その代わりあの変なことしたらあの警察があれするんで変なことさえしなければ別に何でもいいです <笑><笑>おめえらそんな外出ねえじゃねえかよ <laughs> 外出ねえくせに、おいおいどうすんだよ会場がパンパンになったらよって <laughs>。外出れねえくせにてめえら行きがんじゃねえぞ。で、一応あれするわ。なんか、あの、東京じゃない人たちのために、どっかでうまいことやっとくわ。どっかで流せるようにもしておく。 で、俺が別になんかずっと立ってるわけじゃないからな。俺、本当にあのちゃんと準備は俺がもう命懸けにするけど。当日いたりはしないんで、俺はそこんとこ。よろしく。 灰皿 <laughs> の美術品も誰か <laughs>。おい、それちょっと待って今さ、うちで使いたい灰皿がないのね灰皿ちょっと欲しいな、俺、灰皿が灰皿欲しいねモコの顔、顔の灰皿欲しいや <laughs> おい、これチャンスだぞモコババアユタカハコフグ灰皿売っちまおうぜ夏のコミケでおいあいつから半、半券ぶんどって あいつテクサだろテクサなんだろテクサに脅しかけててめえ女野郎つって脅しかけてさ、商売してやろうぜ。<laughs> <laughs> そんなこと言ったらいっぱい灰皿やちょっと灰皿は、あの、本当に自信の、ほん、じゃ、美大の人しか送っちゃダメだ。美大に通ってるやつしか灰皿送っちゃダメ。よろしく。 全部灰皿になっちまうからな。ダメ。<laughs> で、うまいことちょっと、あれするわ。なんかその辺のあれ。日時とかさ、詳細。だからみんなもガチで作ってほしいんだよね。というか、そんなこと言わなくても、 超ガチンコで送ってくるやつ、中にはいるだろうから、あんま心配してねえんだけど。<laughs> いや、今年は俺も作る。絶対に。俺も作って俺のやつも飾る。親父と作る。<laughs> 親,親父とうまいこと作る。俺は。タバコはもちろん吸えますよ。当たり前じゃないですか。室内で吸えますよ。カトジュンシーカトリエは、<laughs> 室内で。 い,いよねそれをね室内喫煙 OK だよなもっくもくねあかアトリエの中が禁煙からダメだわ <laughs> カトリエちょっとダメか会場自体がダメかもしれない俺は本当はなそうしてやりたいんだけどダメだわヤンキーのたまり場になっちゃうとまずいから。 著作権危ういの書いていいのいや、でもそれは別にいいよ。その選ばれはしないだろうけど、だって展示するとかなった時にさ、なんか MSSP がさ、あの普通に運転しながらさ、B29 運転しながらさ、核ボタン押すみたいな。ね、核爆弾投下するみたいな。それって飾れないじゃん。そう著作権とかでなく飾れないじゃん。人前に出しちゃいけないものだっていう自覚がやっぱみんなはないじゃん。ないでしょ。放送では紹介できるかもしんないけど、最悪ニコ生マンになってもいいから。 <laughs> 最悪バーになってもいいから、放送では紹介するないけど、これは人目についてはもしかしたらな、中学生、自分の子供連れたさ、中学生のお父さんが来るかもしんないじゃん。いたんだぞなんか、北海道かなんかで、あの、山田さんとイベントやった時に、中学校1年生が、お父さん連れてきて、本当に大好きなんですって。 だからさ、なんかまあ、俺の放送では多分紹介できるだろうけど。うまいことやります。ルールはまたちょっと決めようぜ。ここ2、3日以内に決めよう。2、3日以内で。決めようかなと思います。歌詞画廊情報センター。だからそのブルスタの、 安え安いえちょっと待ってみんな見て俺正直さトータルで50ぐらいはかかるかなと思ったんだけど会場費がめちゃめちゃ安いんだけど3万とかなんだけどあでも1日か2日やったら6万まあ2日ぐらいやりたいよなどういう感じなんだろうめちゃくちゃあるんだけど 三万とかで借りれるよ。三万とかで。アクセスいいところがいいよな。ちょっとこれ、見とくわ。は <laughs> おおお、これ全部でやってやろうかな、これ全部で。お、やっぱ透明、やっぱ俺クラスになったら透明半じゃん、噂の。透明半でやったろうかな、透明半。 <laughs> オッパそりゃそうでしょ明名藩なんじゃないの同時開催あ美大の美大生ですここマジでおすすめですちょっと見てみるいやわかんねえあ新宿じゃん5丁目あ悪くないね 地下。地下がいいな、できれば。どういう、あれなんだろう。うわ、やっぱ混んでんな。これさ、ちょっと待って。なんかこのな、中見れないのかな いや入場料とか取るとスタッフの人員とか金の計算とかめんどくせえから,から本当にそんなにおっきいお金って動かないからそこはタダでやった方が逆に楽多分その箱代俺が払うって決めてるんだったらしかもそんな多分500円とか取ってやってもトントンにしかならない結局どこにある狭い,いや狭くていいんだよな about かあ、あった。ああ、なんかおしゃれおしゃれすげえおしゃれいいじゃんこういうの、ここに対象者とかで。え、こんなもんでよくないこんなもんでよくない 思いっきり禁煙って書いてある <laughs>。ちょっとここかどうかわかんないけど、これぐらいの、あ、いいじゃん、スペース的にも。そんなさ、100、200、飾るわけじゃないから、あ、ういい、いい、おしゃれ、おしゃれあ。あるんだ、ありがとう、ありがとう。すげえいいじゃん。いや、体育館というより、いや、こんなさ、すげえ美しい場所に、 すげえゴミみたいな作品飾りたいじゃんよし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 ナイスナイスナイスあと候補もこれぐらいあるしさギャップを演出したいわけよ加藤純次は。 一人で来ることをルールにしてくれて。てめえが一人でしかこれネクスに <laughs> からって。お前そんな、なんでおめえに合わせなきゃいけないんだ別に100人で来ようが、一人で来ようが関係ねえじゃねえかよ。美術館ってそういうルールあるのないでしょう。美術館ってそういうルールあるのないでしょう。<laughs> 別に一人で来ようが、ちょろっと、ふらっと、買い物がてら来れるような。 お大衆きついやつは入場、お俺が書いてください、直筆で。臭いやつ立ち入り禁止って。臭いやつは来ないでください。ちゃんとお風呂入ってこないやつは、当日朝、髪を洗った方以外は入れないんで。大衆チェックがあるんで、ポーちゃんによる大衆チェックを通過できない人は、あの、帰ってください。お風呂入ってから、綺麗にして、美術館っぽい格好で来てください。ちゃんと。 いいじゃねえか、お前ら、ね、夏休み何してたのあ,あちょっとま、美術館行ったかな <laughs>、つって友達喋れんじゃねえかよ。え、な、お前すげえな、美術、あ、ドレスコードありなんで。ドレスコード。当たり前じゃん。ドレスコードありだよ。もはや、もうルールが届いた。ナイス。俺が決めずとも、どんどんルールを決めていく。 <laughs> ネジですアトリエのスタ,フスタッフスタッフやりたいです何 <laughs> でお前 <laughs> あいいね新宿の貸しスペースあ結構あるんだなこうやって見ると 1>, 1時間5000円やっぱ9時5時はやりたいよね9時5時ってことは17時8時間まあでもよし五万はかかるってことだな でも、会場は妥協したくないんだよね。うわ、これとか超い,いいじゃん、これとか。<laughs> これ、ここに。<laughs> あ、あんたびっくりした。これ、ここに飾ってあるのかと思った。いや、パーティースペースなんかいらねえんだよ。芸術性に特化した作品が欲しいんだよな。 えー。あ東京駅の駅構こ,こやばそう。<laughs> ここはガチのところらしい。田中八重洲ろ、廊。ガチらしいよ。ここはもう本当にガチのやつしか飾ってませんって。お、モナリザと隣によカトリザ並べとこうぜ。なあ。ガチのところでやろうぜ。 <laughs> 八重洲か。八重洲北口から徒歩3分だったよ <laughs>。あ、いい。めっちゃいい。めっちゃいい。すげえいい。高そう、ここ。わーいお、1日10万あぜ、いや、それだったら全然、かだよ。これぐらい。 だったら全然いやだって10周年だからそこケちっちゃダメでしょ今まで9年間何の祝いもしてこなかったのにあえてやるんだったらやっぱそこケちるやつはダメもっとなんか候補地いっぱいあるな で、会社とか入れたくないんだよねわしが自らしょぼくてもいいからその結果しょぼくなってもいいからあ渋谷駅徒歩3分うわめっちゃおしゃれやんここいいじゃん ここいいじゃんめちゃくちゃ !10 時20時。いや、10時20時はやりすぎ。5時に帰らせる。10時5時。50平米。テーブルか。あ、3日間で9万わーでもな、1日限定とかの方がなー、そそるんだよな。2日ってないんだ。 しかもさ、開いてそうじゃね ?8 月の17ちょうど土曜日なのね。いやあ埋まってるぜ埋まってるなんでだよやっぱすげえなものすげえ予約入ってんだ埋まっちゃってたわほんとは17、18ってやりたかったんだよね 1718ってやりたかったんだよお盆だし <laughs> 平日になるかあそっか設営の時もあるから3日が借りなきゃいけないのか土日無理だねちなみに9月はあやっぱ8月は あのー夏休みだからうわめっちゃ美術展ってちょとなんとかするなんとかするほんとにここは意地でも意地でもなんとかする。 お金はないが才能とやる気のある未来の芸術家を日本中から集めて発表の場を作るって言えば審査が通るぞ <laughs>。俺なんでそんな嘘つかなきゃいけないのゴミに群がるカラスどもがゴミを作り上げましたね。俺素直に言え、俺そんないいの爆山先生みたいなこと言っていいのいいのそんなこと言って。みんなは芸術家なの今日本に生まれ、埋もれている <laughs> じゃあ、そしたら、ペンネームみたいなのもやんなきゃいけないじゃん。<laughs> あ、みんなで芸術家だったんだ。だったらさ、その才能を世間に知ってもらうための、いいよ。じゃあ、俺がそれ担うよ。これからの芸術のために。やっぱ、加藤純一イコール芸術みたいなところあるじゃん。<laughs> 担うよ、俺が。 俺たちはずっと発表できる場を待ってたんだ。<laughs> あ、そうなんだえ、じゃあ、チケットピアみたいなところになんか払、な、うめえことさ、カツオ11、美術館か、おい、バス走らせべ。おバスいくらかかるおい、俺、バ、じゃあ、最後、じゃあ俺、バス走らせるよ。おめえらがそこまで言うんだったら、ちょっと会場費安く済ませそうだから、バス走らせるよ。バニラ、バニラで高収入があだこうだ、みたいな。バスいくら 10年も待たしちゃったからな。100万かかる絶対嫌だ。絶対嫌だわ。10周年宣伝家走らせよ。いくらなのなんかに、もう、なんとか20ぐらいでさ、田舎でいいか赤羽とかでいいから、新宿とか渋谷だだけじゃん。赤羽でいいからさ、なんか10万、20万ぐらいでいけない赤羽とかさ、そっち、北区周辺で走らせたい。 100万は無理よ。現実的じゃないもん。<laughs> 2週間で一1日だけでいいんだよね。前日。え、じゃあそのバスを走らせる映像選手権もやんなきゃいけねえじゃねえかよ。おいなんでそんな手間暇かけて。 やらなきゃいけないのちょっとさ安くできねえかないやバス走らせてえよな加藤純一さんの月7万いや1日ないのいやあのさあの声出してるやつだよ声出してるやつ 一日八万一日八万だったら現実的千年間一日八万走らせてーこれおい、これしかないだろう払いたくねーこんなのに八万も払いたくねやだ。ほらここでさ 二トン行くでしょ二トン行くでしょこんなちっちゃいさ。二トン行こうぜ、二トン !4 トンお、4トン行くべこれいくら四トンで大阪付近のみ大阪でもいいかな別に最悪東京は俺がなんとか人集めっから。大阪でちょっと四トン走らせっか。そっちのやっぱね。 いやだからトータルで予算50ぐらい以内で収めたいんだよねアトリエが若干安そうでただみんなから送ってもらって代引きで送ってもらってその30個送ってもらったとしたらいくらになる、ま、だそれでもビビたるもんか3万ぐらいか4トンは1週間8万5千いや1週間もいらないんだよな <laughs> なんで大阪で走らせるんだよなんだわかんないからスタンダード1 <laughs> 週間前から全然必要じゃねえ「<laughs> 当日を走ってるね」っつって当日走ってるのを見に行くんだよ俺が「<laughs> 秋葉のヨドバシに広告流せる! <laughs>」 <笑><笑><お>い <laughs> 秋葉のヨドバシすっかどっちか, <laughs> だか街中走らせるか、秋葉のヨドバシに頼むかどっちかだよ。<laughs> どっちがいいで、二つは無理、さすがに。新宿あるた、一日中万。どっちの方がいい秋葉のヨドバシか。 バスか。秋葉のドバし行くか。それ待って、でも、そんなさ、1ヶ月後にやるんですけど、つってさ、無理じゃないだってさ、例えばさ、一日、アルタで1日10万って書いてあったけど、そんなんで宣伝できるんだったらさ、企業がみんなやるでしょう。なんかさ、うまいことさ、ちょっと1日限定前日に、 できるようになるないかなお前、<laughs> そのムービー作らして <laughs>、<laughs> ムービー作らして <laughs>、やりたいね。<laughs> 当日の方がいいかいや、前日じゃね前日,前日、前日。 アルタ1え、スタ、アルタにするするっつってできるかはわかんないけど。新宿アルタビジョン。<laughs> お、こいつらがもしかしたらな、駆け込んでくるかもしんねえぞ。お、なんだあれ <laughs> つって。あえ ?1 日、15秒かけ2回。 10万円ん ?15 秒かける ?2 回流れて10万円だけなんで高さだ !15 秒が2回流れて、10万円 ?30 秒10万円あ、1時間に2回流れるってこと ?1 時間に2回、 28回流れるいやいやじゃあありだねでも間に合わねえよな8月の夏休みだよ一応連絡してみるけど明日平成29年7月1日か31日12月1日か31日 なんかそんな別になんか暇そうだな別になんか決まってなさそうだな別にな15秒で松戸 PR 松戸 CM 大賞いやこれ15秒で松戸 PR 松戸 CM 大賞より加藤祐一美術館の方があれだろうがよ大変だろうがよ <laughs> 松戸めちゃめちゃ PR してるでもなんか なちょっとでもいいから流したいよな審査で落とされるかなえよ世界の日本中にいる芸術家を発掘しようとしてるこの志高き和,和光度の企画を最低じゃないそんなのいや CM は視聴者に使わせればいいでしょ <laughs> で美術館多分まあ3日押さえて2日開催で平日になっちゃうかもしれないもしかしたら 最悪、平日で許してくれ。でも、どうしても来れないよっていう、ほんとは生きていけど来れないよっていう人は、なんかうまいこと生放送と動画、生放送もしくは動画でしっかり保管するから。でも開催は絶対する。絶対にする。<laughs> で、宣伝も1個は打つ。なんかの。バス、じゃだからさ、バス、どっかのビジョン、ちょっと、 あれして。アドバイスちょうだいで。日付はちょっとまだみ、一応未定にさせて。日付は。思いついたのがほんと昨日だからさ、これやりていって思ったら昨日だから、1ヶ月半しかないから、作品に関してはでも作っといて、みんな。 いや、ポスターはいらない。なんかもう宣伝も1個でいいよ。つか別に宣伝する意味もないしな。よくよく考えたら。ただ、バスか、広告は絶対入れる。あ、ルール、ちょっともう早めに決めるね。アプリも作って、そのブルースタの、これ。これも URL、あれ、ちょっと待ってな。これに関しては別に急ぎじゃないから、夏やるよとかもないし。 うんあもっと安い <laughs> おい警備スタッフによ「中日のボールボーイもきあれすお警備スタッフするんだったら僕がやりますよ」ってボールボーイも参加してくれるらしいいいね本職があこれぐらいでもいいなこれぐらいでもいいなこれぐらいでもよくらい逆にチンプで。 これいいよね。<laughs> 俺でもさ、あれしてほしいんだけど。あの、音声流せないかな、音声。アドトラックレンタカーを始めました。宣伝トラックを自身で運転して少しでも経費を節約したいなと考えている方また同業のアドトラック乗業者への貸し出しもいたします。ダメなのかな <laughs> いや、自分で運転するの嫌だわ。 テレビで CM 打って絶対嫌だわ。別にみんなから送られてきたやつをこの日に展示するよっていうお知らせ、広告をするだけで、そんな別に、あれでしょ。オッケーまぁちょっと今日はお知らせだけ。なんかちょっと詳細この、今週中に決めよう、全部。 木、金、土、日。今月中にしっかり決めて。というか、場所はもういろんな人に、ちょ、なんか、場所ないっすかねって動いてもらってんのね。で、みんなから送られてきたやつも、吟味して、やろうかなと。思います。あ、そっか、マリオメーカーこの後できるんだ。 まあでも俺さ、あれなんだよな。ある程度面ができてからがいいんだよね。まあ今日はやりません。でもダウンロードだけはしとくわ。え、ダウンロードできるよね俺でも本当はな、ロム欲しいんだよな。まあでもダウンロードでいっか。あ、もうできるのもうできんの もうやってるんだ。うん。ちょっとこの後じゃあ、ダウンロードしときますぜ。で、ちょっと、職人が作ったコースをやろうかな。ということで皆さん、えー、カトリエとブルスタのアプリ用選手権。これなんかどっかにちゃんと貼り出しとくから。 ぜひご参加ください。お疲れ様でした。